ポコマジは。今日は、どこまでマリオチャレンジ難しいのリベンジをやっていくよ。お、またやっていくのか。前回はたったの5コースだけだったもんね。ちょっと残機を使えそうだと思ったらパスもしていくことにするよ。なるほど、ガチで攻略しに行くつもりね。ちょ、またキノピコちゃんで攻略？だって可愛いじゃん。さてやっていこう。まずはサンスキンか。うん、前回はできなかったんだけど、残機は15より上も増えるからね。おーマジか。ってことは、各コースの3アップがかなり重要になってくるわね。ああ、そのためにはコインもめちゃくちゃ重要になってくるな。すでに1枚置いてきてるけどね。まああれぐらいは。さあ裏エリア。落下が怖いが。うおっと危ね。バーナーが。ギリギリで回避できるようになってたのね。ああ。そしてここはオンオフスイッチを切り替えながら進んでいく感じか。ドスンには気をつけてよ。大丈夫。地味にブロックの間に挟まって危なそうだよね。こういうのでは圧死しなくてよかったな。強制スクロールとかではするけどね。オーコインのナビに従ってよかった。さあここは、バーナーエリアか。ま、配置的にはかなり優しいと思うよ。おわっと、なぎらー。ここでしゃがめばやり過ごせるはず。よし。ここまでは順調。鍵も簡単に手に入ったね。またコインをスルーしてるし。さあどんどん進んでいこう。一回ダメージ食らっても大丈夫だからいいわね。だからって調子に乗るといけないからな。僕はいつも冷静沈着。どこだだし。ま、まあここは慎重に。ほい。オッケー、下の10コインは。まあいいか。ちょ、コンベアとガリガリはやばくない？大丈夫。あーほらやっぱり。く、ここはゴリ押しでって危ない。あー決まった、ガリガリにガリッた。コンベアの向きが真ん中だけ変わってるわね。とりあえず最初のガリガリを超えなきゃ。く、調整が難しい。ダッシュ食らってんじゃねえか。このままダッシュで。ほい。よし、いけた。お、ゴールだぞ。ちゃんとワンナップしてよね。ほい。手取れてないじゃねえか。なるほど、フラワーのタイミングでジャンプすれば取れそうだね。よし、次のコースに行こう。よし、これで世界ランク1位か。あーまたそういうこと言う。これで1位だったら誰もクリアできてないことになるわよ。さあ今度は初代スキンか。キラークリボーのこの子。さてやっていこう。ちょ、めちゃくちゃ敵が多いわね。ちょっとも地面を離れたら着地しないでボールって。あ、しまった、最初にびっくりしてジャンプしちゃった。ってことはもうゴールできないってこと？え、それは理不尽じゃね。ま、まあ最初に僕がゴール条件見てなかったのが悪いんだけどさ。とりあえずゴール付近まで見てみよう。これでゴールできたら3アップだったんだけどね。足場が狭くなってきてるな。まあこれぐらいは。あ、あそこがゴールよ。なるほど、こういう感じね。しゃあゴールだー。いや、できないから。なるほど、まあこういう感じだったら。さあやっていくか。出会いタイム BGM をうまいこと繋いだでしょ。あはは、違和感なかったでしょ。はぁ、随分余裕じゃない。まあでも、このコース自体は簡単だからさ。そうやって調子こいてると失敗するんだぞ。ただ敵を踏んでいくだけの簡単なお仕事だよ。あぁ。ただ敵を踏んでいくだけの簡単なお仕事とは？すいません、さっきのは撤回させて。このままのこの子を乗り継いで。じゃあ、ゴールだここで残機を増やせたのはでかいね。そうね、スタートより一つ増えたわね。うん、最大で99まで増やせるんだけど。おーマジか。そこまで増やせると安心できるわね。だが道のりはめちゃくちゃ険しく長いぞ。相当頑張らないといけないね。さあ今度は 3D ワールドスキンだ。今度はコインを175枚以上取ってからゴールだってさ。で、それってめちゃくちゃ多くね。うん、でもそうなると最低でも2アップできるね。うん、そしてそこに50コインが見えてるし。で、ここにもある。なんだ、これなら結構簡単に見つかりそうだね。最初のドアにも行ってみようか。さあここは、おわっと危ね。ギリギリでかわせたわね。そこのブロックを壊すのか。うん、てかこの BGM って、あー、スーパーマリオサンシャインだ。おー懐かしいな。うん、BGM でも楽しめるのはいいよね。さあここは、ちょ、ポコニャン通知が出てるぞ。ちゃんとオフにしておきなさいよ。ごめんごめん。それよりここにも10コインがあるね。
ああ、そしてスーパーベルモナ。難しいレベルでもこういう優しさは嬉しいわよね。おいポコニャン、左のコインも。いやダメだってそれは危ないから。そこにコイン1枚あるけど。あと1個取れるよね。大丈夫みたいだな。壁キックじゃないと取れないとかだったら危なかったわね。さすがにそれはとても難しいレベルになるでしょ。さあどこまで行くんだ。お、上にブロックがあるぞ。この透明土管に入ればいいのかな。あーポコニャン、あそこにでっかいコイン。うん、あれは取りに行かなきゃね。猫マリオだから行けるよね。マリオじゃなくてキノピコちゃんだがな。まあまあ、よっしゃ、これで一気にコインを稼げた。残りはあと56枚ね。さっきの50コインが取れたらすぐだぞ。あ、ここに出たのね。このブロックはボム兵やビルダーマリオじゃないと壊せないんだよね。このエリアにあるのかしら。お、いるじゃんボム兵。それより気になるのがこの上。ああ、そこにでっかいコインが。ふ、僕のお宝センサーは間違ってなかった。これであと26枚ほんと簡単に集まるな。うん、あとはこのボム兵を持ってって。ほいっと。このスキンはボム兵が変に跳ね返らないからいいわね。ただ投げるだけでいいからな。うん、このノコノコはどこかで使うのかな。ちょ、物を持つと一マスの隙間に入れない。手に当てんだし。変なミスしちゃった。しょうがないから。およし。よし、オッケー。で、キノピコちゃんがかわいそうだろ。なんだよ、マリオの時もやってたじゃん。それよりここ、さっきの50コインの場所だ。ああ、だがどうやって取るんだ？こうやってヒップドロップでいけると思うんだけど。でもめっちゃ狭くない？しゃがめばなんとか。おお、できた。よし、これで無事にゴール条件は達成だね。うん、ついでにもうワンナップ増やしておきたいけど。それはゴールポールてっぺんでも取れるけどな。うん、それよりこの時間で変わるブロックに気をつけて。ほい。よし、このまま一気に先まで行っちゃおう。ふう、結構長いね。ブンブンがいるわね。左下に鍵ドアがあるからこいつが鍵を持ってそうだな。うん、ダメージを食らったけどフラワーは無限に出てくるから楽勝だね。っていうかこいつ、もしかして壁を登ってこれない？楽勝じゃねえか。ここで待機してればファイアー連打で封殺？はぁ、ズルニャンらしい発想だな。いいんだよこれぐらいは。よっしゃ、やっぱり持ってたね。この鍵ドアに入ったらそろそろゴールかしら。おお、ほんともそうだった。ノーミスで3アップはでかいな。これで19機か。とりあえず20以上には増やしておきたいわね。今度は3スキンか。頼むから運ゲーコースはやめてくれよ。さてやっていこう。お、いきなりフラワーがあるじゃねえか。これはありがたいわね。おっと、ブランコクレーンで進んでいく感じか。ジャンプのタイミングは早めってわかってるからもう大丈夫。はぁ？というのは冗談で。冗談じゃねえよ。残機はちゃんと減ってるんだからね。あはは、ちゃんと慎重に行くよ。慎重って言ってる割に結構ゴリゴリに進んでるけどな。これぐらいは大丈夫。さあ裏エリア。ちょ、マグナムキラーよ。しかもこいつホーミングじゃねえか。く、しゃがまず踏めばよかった。この動くブランコクレーンも厄介ね。これが続くんだったら大変かも。ここは右上でいいよね。ここはあれか、横じゃなくて上に登っていく感じのコースか。どうだろう、どっちにしても強制スクロールじゃなくてよかった。キラーの猛攻がすごいわね。めっちゃ殺しにかかってきてるな。うん。ってここどうやって登るんだ？壁があるから勢いをつけられないし。あ、普通のジャンプでいけたわ。なんでそりゃ。さあここは？お、ラッキーまたフラワーだ。あのボム兵を着火させるのね。ブラパとキラーをボム兵に落としても良さそうだけどな。うん、スルーしてもいけそうだし、いろんな方法があるね。さあこれで安全に進める。お、なんだここは。ブンブンがいるわね。この二つのドアも気になるが。うん、もしかしてやり直しができるドアかな。お、繋がってるからそうみたいだな。目的はこの土管の上のブロックを壊すのね。うん、もしかしたらブンブンが鍵を持ってるかもしれないから倒しておこう。ちょ、またあんたハメ技を。ダメージはなるべく食らいたくないじゃん。さああとはボム兵だけど。ワンワンが邪魔ね。え、ちょっと、まさかのベイト？く、地味に時間が経ってるから急ぎたいけど。
勝手にやってんだし。遊んでる場合じゃないでしょ。いや、遊んでないって。嘘、結局ダメージ食らっちゃったし。残りは200秒を切りそうよ。そろそろゴールかな。あ、中間地点か。ってことはまだまだ続く感じね。ワンチャンパスまであるんじゃね。いや、でもせっかくここまで来たからな。クリアできない難易度じゃないし、最後まで行くよ。また結構キラーがいそうね。まあ一体ずつちゃんと対処すれば大丈夫か。ブランコクレーンで上に登って。あ、パウブロックよ。何かに使うんじゃね。持っていこう。あ、このブラパか。結構すぐだったな。さあ次はあそこの土管に入ればいいのかな。ダメージ食らったけど。てこの手が出てきてんじゃんか。そう、完全に騙された。左のブロックを壊さなきゃいけなかったのね。まあまだ死んだわけじゃないからな。うん、気持ちを切り替えていこう。お、このドアだな。ここは上にピードアがあるわね。まずはどうにかしてボム兵を着火させる必要があるな。うん、てか太陽もいるし避けながら攻略しなくちゃ。あ、そこの土管はボム兵に壊してもらおうぜ。中に B スイッチがあるのかな。ほいっと。あれ、ポコニャン、右のボム兵が着火してるわよ。もしかして太陽が着火させたのか。なるほど、その仕様は知らなかった。ってことは右にいるボム兵たちも太陽を利用して着火させるんだね。あ、ほらやっぱり触れたら着火したわ。よし、僕の立ち位置が大事だな。ここなら触れるはず。よっしゃ。あとは爆発したら P スイッチを押してドアに入ればオッケーね。なかなか面白いギミックなんだぜ。危険。ちょ、無駄にそんなことしてないでよ。さあ本当にもうゴールがあってもおかしくないんだが。残念、まだ続く感じね。また上に登っていくのか。敵はいないみたいだけど。左か。見せた。危ない。死んだかと思った。びっくりさせないでよね。ごめんごめん。で、ポコナン100秒を切ったと。まさかのタイムアップの可能性を。だ、大丈夫だって、冷静にプレイすれば。ほい。でも、待ってんじゃねえか。どこが冷静よ。いや、やだな、これはそういう演出だって。本当にそういうのいいから。何度目の正直。ふ、さすが僕。だーもう早く行けって。時間がないことわかってるでしょ。ちょ、まだゴールじゃないのか。うん、中間もあったし。こりゃ本当にやばいぞ。大丈夫、僕を信じて。いや、信じられるか。無駄口叩いてないで、あんたはプレイに集中しなさい。わかってるって。あ、ちょっとブランコクレーンから離れちゃうのか。あー、もうこんな急いでる時に。まだ終わったわけじゃない。マグナムキラーは処理しておこう。よし、完璧。ここからもう本当に変なミスはできないわよ。残りは55秒だしな。大丈夫、50秒スピランをやってると思えばまだまだある。いや、スピランとは感覚が違うだろ。ほい。よし、うまいことかわせた。ん？あ、ここはブランコクレーンを伝って渡るのか。ってちょっと、またゴリ押しじゃねえか。いや、今のはしょうがない。さあ、早く。あれ、そこゴールじゃね？よし、ここは本当に冷静に。それ。じゃあ、ゴールだー。でもワンナップキノコが。まあ、急いでたし、しゃあなしか。本当にギリギリだった。